はい、半間岩尾先生です。私のね、インジケーターの成績、月曜日の、成績を再提示します。夕方ですね。今日月曜日から始めた成績です。ですね。1分足のね、取引ですね。私のインジケーター7500円の利益です。現在は17時12分、9月17日月曜日ですね。それからこちらは15分のインジケーターバイナリーオプション。これは1800円の利益で、デモですからね。3000円ボーナスが残ってます。ちょっと200円負け、20円負けてるかなという感じですけれどもね。ほぼ同じですね。シグナルが出てませんね。それから、これは5分のバイナリーオプションのインジケーターの成績ですね。今日、9500円の利益ですね。まずまずいいですね。5分の私のインジケーターの成績、今日の成績、朝からやってまして、9500円の利益ですね。デモ口座でやってますね、まだね。そんなことで、大体こんな感じの今日の成績ですね。設定値は秘密とさせてもらいます。設定値は各自でね、確かめて通してください。そういうことでね、今日夕方まで、朝9時から始まって、夕方の5時ですか、までの成績は、今、5分ですね。5分バイナリーと1分バイナリーと15分バイナリーをやってますね。そんな成績でした。プラスですね。プラスの成績です。いろいろなね、種類のね、バイナリーオプションを一緒に投資するのもいいですね。通貨国は全部でやってますからね。まあそんな感じですね。設定値が厳しいとね、シグナルも少ないからね、勝ちやすくはなるんですけど、シグナル数が少なくなってます。15分のはかなりね、上げてるんですけど、シグナルが少ない。まあ、タイですね。タイの成績で、シグナルが少ないですね。まだ、2本しか出てません、今日。シグナルがね。そんなことでした。どうもありがとうございました。